皆の衆、ご機嫌いかが。誰ようこそ。さあ、今回はですね、このキャラでやり続けるのはちょっとしんどいので戻させてもらうんですけど。でしょうね。びっくりした。まあ、丸さがちょっとね、はい、ちょっと物忘れが多いというか、記憶力とかどうなってんだ今っていうのをちょっとチェックするために10分間覚える時間を作ります。はい、はい、で、10枚の写真で名前とかをちょっと覚えてもらって、はいはい、この写真は何々っていうのを10分間で記憶してもらうっていう、で何個正解できるかっていうのをちょっと僕もやるんですけど、はい、やっていこうと思います。自信はどうですか？ないです。え、絵見てもらっていいですか？何それ。いろんなことを忘れないようにもう手に書くぐらい物覚え悪いんですよ。それもう小学校の女の子ぐらいがやるやつでしょ、それ。この感じ書きすぎて34の男性がしないよ。そういや結構簡単だと思う。じゃあちょっと頑張ってください。やってみましょう。さあ、僕が用意した、ものはですね、はい、こちらの10枚です。さあ、こちらはですね、さあ、もうお分かりでしょうか。お前マジか。これ、いやいや、おい、ちょっと待てよ。これは、嘘だろ。皆様、こちらにございますですね。これです。いやダウンタウン、熱血行進曲、それよけ大運動会に出てくるキャラクターを10人抜粋しまして、いや無理だよ、これ。そのキャラクターの名前だけだと、名前だけだと簡単すぎるので、必殺技も一緒に覚えてもらおうかなと思って、名前だけだとって一緒に。いや、無理。もうこれで無理だもん、今。いや、これ無理だよ。まあ、七瀬ですよ。七瀬のね、知らねえよ。姿。だってもう七瀬姿。これの違いは何？七瀬と姿でしょ、どう見たって。いや、わかんないよ。同じなの？熱血高校なの？これ、白は熱血高校ですね。別にそこ覚えなくていいから、その情報いらない。顔が全然違うから。これ10枚きついぞ、マジで。近くで見ると、厳しい。いきますよ。嘘。いや、ちょっと待って、本当に？いや、10分間、スタートです。ピーン。ちょっと待って、色別にやろう。小林、マッハチョップ。小林、せめて名前だけでも覚えよう。オレンジの音なしじゃない方が小林。漫才師。白。これちょっと青、ちょっと後回し。こういうのいいよ。後回しとか、割とした方がいいからな。名前も中二病だし、髪の毛も半分かかって中二病だし、オーラパンチの名前も、技名も、あれ、なんか、まあ、この時代だからね。なんか発言量多すぎてやばくない？セイントセイヤの世代なのかな、この目に。いらない情報が多すぎるよ、絶対。セイントセイヤとかいらないと思う。オーラパンチ。サオトメ、セイントセイヤ、オーラパンチ。こいつなんだっけ？こいつなんだっけ？目が出てる。ムックみたいなやつ。西村。ムックみたいなやつしか覚えてないじゃん。そっちの情報が覚えちゃってる。タメパンチ。爆弾スペシャル。爆弾スペシャルの鈴木姿。あ、爆弾パンチの姿。鈴木はいません。西村、こいつタメパンチ。タメパンチの西村。で、こいつが早乙女。中二病早乙女。おいいよ。中二病早乙女で、オーロラ。あと30秒。なんとかオーロラ。あ、オーラパンチ。オーラパンチだよ。オーラパンチ。脳天チョップ。こいつが小林。マッハ。終了。あ、そうだそうだ。終了でございます。10問いきますよ。はい。まず、こちら。これは。爆弾パンチの、西村。正解は、爆弾パンチの姿でした。姿まあまだ9人いますからね。まだ9人いますよ。はい、続いていきましょう。どんどん。ああ、こいつは得意なやつだ。ああ、いいよ。中二病のオーラが出てる。でも名前は、普通の清水。名前が清水で、ハリケーンクラッシュ。正解！おし！よしよしよし。1ポイントゲット。よし、来た。さあ、そして、こちらです。こいつは、棒術スペシャルの5代。ああ！頭突きスペシャルの5代です。
ということはもう一人の方が、もう一人の方がきっと消去法でね、はい、来ましたよ。あ、違うか、こいつか、棒術スペシャルの5代これは人間魚雷の熊田です。はい、来ました。あ、こいつは得意、こいつは得意なやつ。オーラパンチの早乙女、はい、お、正解、おーし、さっきこいつです。小林君に似てる小林、お、小林で、うーえー、なに、チョップ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 、いやちょ待って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 、脳天チョップじゃない、脳天チョップじゃない方のチョップ、ダブルチョップ、あ、違うダブルチョップ、あれだ、目離れてるやつだ、お、すげえ、なんでしょう、チョップチョップスペシャル。正解はマハチョップでした。小林終わってたのに。さあこちらです。こいつは脳天チョップ、おとなしい、お、正解、おすげえ、おっしゃ、さあ行きましょう、こちらためパンチ、はいはい、ためパンチの西村、お、正解、よし、お、いいっすよ。はい、そしてこちら、これ棒術スペシャルの5台正解。さあそしてラスト、こちらです。これダブルチョップ、お、ダブルチョップの、ダブルチョップのなんだっけこいつ、姿もチリチリだけど姿じゃない、ダブルチョップの、あと残り10秒でいただければ正解です。10 9 8 7 6 5 4 3ボンだ。タイムアップ終了。正解は七瀬でした。ということで結果はですね、結果をでもこの5人は正解しました。5ポイントゲットです。すごいじゃないですか。いいんじゃないですか。花園とね、あ、よかったですね。こいつら、こいつら好き。こいつらが好き。花園が好きになってくれたんだったら僕はこのあれをやった意味がありますよ。好き、覚えていただく、10枚を用意しました。どうぞ。早くくれよ。さっきあの、そうね、いやもう簡単にしちゃった。僕はだって全然知れないわけですから、状況としてはまあ一緒っちゃ一緒だと思いますけどね。行きましょう、よーいスタート。はい、これがヒメスズメバチですね。はいはい、目やけえからかな、多分わかんないけど特徴があるよ。はい、スズメバチ、はい、で、これがですね小型スズメバチ。あー、なるほどね。これはね、毛深いでいいや。小型スズメバチ、毛深い。そんな簡単な覚え方あるの。あー、なるほど。やばい、俺のスズメバチトラップがすぐに攻略されそうで怖い。大スズメバチは一番この画角が大きいから、大スズメバチ、ね、あー、そう覚えるか。行こうかね。はい、これが難しいな。ヤマトシリアゲムシ、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 ヤマトシリアゲムシ。音で覚えようとしてる。ヤマトシリアゲムシ。はい。で、これがゴマダラチョウ。で、これハラビロカマキリ、オオムラサキ、ユカタンビワハブ。はいはい。マメコガネ。覚えられちゃうよ。やばいよ。よし、お願いします。行きましょう。いや、嘘でしょ。お願いします。まだ。お願いします。まだ3分。いや、これ以上やると逆にごちゃごちゃしちゃう。25秒しか経ってないよ。はあ。じゃあ、はい、行きましょうか。はい、お願いします。じゃあ、これは何でしょう。これはハラビロカマキリですね。正解。はい。これは何でしょう。コフキコガネ。はい。大紫。うわあ、はい、はい。小型スズメバチです。正解。くそー。はい。ヤマトシリアゲムシ。はい。ゴマダラチョウ。うわあ、はい。マメコガネ。おお、はい。ユカタンビワハゴロモ。はい。ヒメスズメバチ。おお、そしてそして、ということは残りは。オオスズメバチだ。正解。なんとパーフェクト。ワギャン恐るべし。スペシャルボーナスセブンアップ。腹立つ。途中でこれ、あ、ワギャンランドのやつだって思っちゃった。腹立つわ。はあ。